こんばんは、シムパイロットキヨキヨです。フライトシムスチューディオさんの727を紹介していきます。今回取り上げる内容は離陸から着陸までの操作方法です。滑走路前に到着しました。ランディングライトをオンにします。トランスポンダーを TARA にします。ストロボライトをオンにします。タクシーライトをオフにします。オートブレーキを RTO にします。もし FMS を GNS530W や GTN750 にしている場合、ナビゲーションソースをナブから GPS に切り替えます。今回は INS を使用するのでナブにします。離陸したら羽田 VOR を使って大島ボルタックに向かうので、右側を大島ボルタックにします。 HSI を確認して離陸用のコースが設定されてあるか確認します。ペデスタルにある右側の周波数を大島ボルタックにしたので DME2 に距離が表示されています。離陸する前にオートパイロットのコマンドをご紹介します。まずオートパイロットの有効はエンゲージ・ディスエンゲージで操作します。機体の横方向を制御したい場合、一番右にあるナブセレクターと中央にあるロールセレクター・ヘディングセレクターボタンを操作します。ヘディングセレクターボタンは押すことによって HSI にある黄色いバグの方位に向かって機体を旋回させることができます。ナブセレクターをターンノブにすると、ロールセレクターを使って機体を左右に旋回させることができます。 VOR やローカライザーに沿って飛行する場合はナブロックに切り替えます。 INS や GNS530W など外部のナビゲーションを使用する場合、セレクターを AUX ナブに切り替えます。右側にあるオート GS とメン GS は ILS を使って着陸する際に選択します。次に機体の縦方向を制御するオートパイロットです。これはピッチセレクターかバーティカルスピードセレクター、アルタチュードセレクターボタンを操作します。まずアルタチュードセレクターはパイロットが指定した高度で水平飛行するモードです。ピッチセレクターをバーティカルスピードにすると、その右側にあるバーティカルスピードセレクターで1分間に上昇あるいは降下する昇降率を変更することができます。一定の速度を維持しながら上昇降下する場合は IAS ホールドまたは MAC ホールドにします。一定のピッチ角度で上昇降下する場合はセレクターをピッチホールドにします。オートパイロットのコマンドは以上です。これらのオートパイロットを駆使しながら飛行していきます。滑走路の左右を確認して問題がなければ進入します。それでは離陸します。スロットルを動かして N1 を 50% 付近にします。警告が出ないことを確認したらスロットルを前に倒してフルスロットル状態にします。 EPR 計器にある白いバグに針を合わせるようスロットルを操作します。80ノットクロスチェック、ローテートと聞こえたら操縦桿を引いて離陸します。ギアアップ、操縦桿とトリムを使ってピッチを17度付近まで上げます。このまま1500フィート付近まで上昇します。オートパイロットのヘディングバグが動かない対策としてナブセレクターを左側に回して中央に戻します。1500フィート付近になったのでピッチを10度付近にします。ヘディングセレクターのバグを現在飛んでいる方位に合わせます。フライトディレクターのモードをヘディングにします。
オートパイロットをエンゲージしてヘディングセレクトボタンを押します。速度が200ノット付近になったらフラップレバーをアップの位置にします。羽田の DME から7マイルを過ぎたので、方位を207度にして右旋回します。速度が250ノットになったので、ピッチセレクターを IS ホールドにします。アルタチュードセレクターボタンを押してアーム状態にします。ランウェイターンフライトをオフにします。クルーマネージャーを開いてアフターテイクオフを実行します。ギアレバーをオフポジションにします。HSI を確認すると羽田 VOR のコースに会合しそうです。ナブセレクターをナブロックに切り替えます。これで設定した VOR のコースに沿って飛ぶことができます。あとは羽田の DME が33ノーティカルマイルになるまでこのコースで飛びます。モードセレクターを VOR ローカライザーにします。1万フィート付近になったのでランディングライトをオフにします。ピッチセレクターをバーティカルスピードに切り替えて上昇率を下げ機体を加速させます。速度が290ノットになったら IS ホールドに切り替えて上昇を再開します。 INS のデータセレクターノブをディスタンスタイムに切り替えます。ここには INS で設定した座標までの距離とその場所に到達する時間を分単位で表示します。左側が距離で右側が時間です。今回の場合 from to が01になっていて、1番には大島ボルタックの座標を登録しました。なので大島ボルタックに向かう情報が表示されています。到達するまでの距離が36ノーティカルマイルで 5.6 分後に到達することを表示しています。1万4000フィートを超えたのでバロー2992にします。スタンバイ計器も気圧を2992にします。羽田の DME が33ノーティカルマイルになりそうです。フライトディレクターのモードをヘディングにします。ナブセレクターをターンノブ、ヘディングセレクターボタンを押します。ヘディングのバグを238度にして右旋回します。周波数を大島ボルタックに切り替えます。コースを238度にします。変更が終わったのでナブセレクターをナブロックにします。フライトディレクターのモードを VOR ローカライザーにします。次は静岡 VOR を目指すので周波数を 110.65 にします。あと10マイル以内で大島ボルタックに到達します。ここから先は INS を使用するためナブセレクターを AUX ナブに変更します。 INS によって機体が飛行し始めました。オートパイロットはヘディングセレクターで制御されるのでフライトディレクターのモードをヘディングに変更します。 HSI のコースは INS と同期しません。ただ VOR を使用した電波広報はまだ使えるのでコースから外れていないか確認用に使うことができます。現在の機種方位を確認したい場合はデータセレクターノブをヘディング DA に切り替えます。左側が方位で右側が偏流角という方位とコース間の角度です。風によって希望するコースから外れないよう現在は左側1度を向いています。対地速度グラウンドスピードを確認したい場合はデータセレクターノブを TKGS に切り替えます。右側に表示されているのがグラウンドスピードです。左側は巻き田に対する航路を表示しています。風の情報を確認したい場合はセレクターノブをウィンドに切り替えます。左側に風方位、右側に風の強さが表示されます。オートメンスイッチはオートにしておくと2にある2の座標に到着した時に次の3に向かうためのレグに切り替えてくれます。特に何もなければここはオートで大丈夫です。3万フィートに到達したのでスロットルを調節します。727は巡航中にオートスロットルを使うことができるので速度計器にあるノブで
オートスロットル用の速度を調節します。オートスロットルを有効にします。機体が水平飛行に移ったのでアルタティードホールドをオンにします。現在は静岡 VOR から3日の間のレグを飛んでいます。これを次の港湾に向かうように設定します。まずウェイポイントチェンジを押します。0を押します。港湾は4番目に登録したので4を押します。インサートを押します。これでウェイポイントの港湾に向かってくれます。降下を開始する場所を計算します。ファインダーを開いてフライトを押します。ターゲットに降りるコードを入力します。今回は大阪国際空港のアプローチ用のコードである3500フィートを設定します。降下に必要な距離と降下率が計算されます。スタートナウを押すことでその通りに降りることができます。事前に着陸用の設定もしておきます。ランディングページを開きます。まずコンディションの右矢印を押して気象条件を設定します。着陸に使用するフラップを選択します。リミットに着陸時に最低限必要な滑走路長が表示されます。パフォーマンスと V スピードにエンジン設定と着陸時の速度が表示されています。セット EPR セットスピードを押して着陸用の設定を反映します。そろそろ降下を開始します。アルタティードセレクターを回して3500フィートに設定します。モードスイッチを操作すると100フィート単位で高度を設定することができます。ピッチセレクターをバーティカルスピードにしてディセント方向にホイールを回します。フライトディレクターのアルタチュードホールドをオフ、オートスロットルをオフにします。このまま手動で速度を調節しながら降下していきます。ミニマム高度をセットします。オートブレーキを設定します。ナブ周波数に八尾空港の VOR と北見 VOR をセットします。右側にも同じ周波数を設定します。 INS が5番に登録したアグパックに向かっていることを確認します。 HSI にアグパック以降のコースをセットしておきます。最後のアグパックまで残り10ノーティカルマイル、到達予想時間は 1.5 分です。HSI の針が一直線になりそうなので、ナブセレクターをナブロックに切り替えます。モードセレクターを VOR ローカライザーにします。INS のデータセレクターノブをウィンドに切り替えて風の情報を表示しておきます。1万4000フィート付近になったので、キーボードの B を押し気圧をセットします。速度を250ノットまで減速させます。減速が遅いと感じたらスピードブレーキを作動させます。クルーマネージャーを開いてアプローチを押します。1万フィート付近になったのでランディングライトをオン、ランウェイターンフライトをオンにします。八尾空港の DME が4マイルになりそうなのでフライトディレクターをヘディングモードにします。ナブセレクターをターンノブにします。ヘディングセレクターボタンを押します。 VOR を切り替えて痛み VOR 用のコースを設定します。ナブセレクターをナブロックに切り替えます。着陸する32レフトの ILS 周波数を設定した後周波数を切り替えます。ナブセレクターをオート GS にします。ラップを下ろします。ギアダウンします。 ILS のローカライザーとグライドスロープを受信したのでランプがグリーン表示になりました。 ADI の左側にグライドスロープが表示されています。ラップを30まで下ろします。着陸復興用のコードを設定します。モードセレクターをアプローチにします。この機体は今の737とは違い、タッチダウンしてもスポイラーは自動で展開しません。なのでタッチダウンしたら自分でスピードブレーキを手前に引きます。
着陸時は操縦桿にある赤いスイッチを押してオートパイロットを解除します。コンティニュクリックしたらスラストリバーサーとスポイラーを作動させます。60ノット付近になったらスラストリバーサーをやめ、フットブレーキを踏んで減速します。フライトシムストゥーディオさんのボーイング727の操作方法をご紹介しました。今の機体と比べると離着陸時にやることが多く、とても忙しい操作が要求されます。速度は Mach0.84 まで加速することができ、スピーディーに物を運ぶことができます。気になった方はぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。